はい、こんにちは、サルインです。行きましょい。女性と弟子しばけた新シャルプレス。はい、というわけで、まあ、さりげなく微妙にタイトルを変えました。女の子ターンってちょっと言いづらかったんで、女性ターンにしました。あとね、タイトルがちょっとだけ短くなるんで、ね、長すぎたんで、新女の子ターンとか、長すぎたんでね、ちょっと短くしてました。まあ、やってることは変わんないっす。はい。とりあえず、ね、女性ターンデッキで頑張っていくっていうシリーズですね。ただ、そろそろ、なんていうのかな、スタン落ちっていうか、変わるみたいなんですよ、レギュレーションがね。まあ、カードプールが増えてきたんで、多分過去段が落ちるっていうか、もしくはなんか制限になるって言ったかな。多分だから、まあ、制限カードっていうか、まあ、多分古い段からなのかわかんないんですけど、まあ、ちょっと細かく見てないんですけど、何やら変わるっぽいです。あと新しいリーダーがとか追加されたりするんで、一周が多分増えるのかな。今現状、デッキ15個でやってるんですよね。なんですが、増えちゃうかな。まあ一応、どこまでやったかな。まあ過去の動画見ればわかるんですけど、一応26周目のどこまではやってたはずです。はい。そんなわけで、とりあえず今日は、パック購入と、デッキ構築を終わらせようと、いうパートにしようと思います。てか配信でよく思ったんだけど、配信でデッキ構築と、なんか、まあパックはいいんだけど、デッキ構築、配信で流しててもしょうがないんで、裏で、ね、まあ全部ただ本当に裏でやればいいかなとは思うんですけど、なんとなくね、裏で黙々とやるとなんかね、なんかもったいないなと思っちゃうんですよ、個人的にね。なので動画撮りながらやっていこうかなと思います。はい。いや結構デッキね、時間かかるんで、あとなんか言葉に頭の中で考えるより口でこう頭で考えるのと口で出すのっていうのを2つやると多分もっと早くできるのかなって個人的に私には結構あるんですよ。独り言っていうか、まあ独り言ね、をやってると言いながらやってると多分2倍になるんですよ。というわけで動画撮りながらやっていきたいと思います。というかまずはね、パック購入から。チケットをちょこちょこもらってたんでしたっけ。ああ、そこそこありますね。じゃあ回していきましょうか。まずここから。BGM 入れてないけど、いいや。今日は BGM なしで。そんなに多分サクッ、ね、サクッといくんで。ほらほら。まあ、割とね、著作権気にしないでバンバン BGM 使ってるからね。気にしなさい。あー、微妙いっていうか何も収穫ないかな、これ。収穫ゼロな気配。てか、スタンダード未だに結構揃ってないとこあるんで、欲しいんですけどね。神々のマニャーン場所。ほい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 。うわぁ、バホメットダブった不死の大王。これも収穫ゼロですね。今分解しますよって感じかな。で、ワンダーランドリームス。行きましょう。そのね、喉の調子は相変わらず良くないんで、若干お聞き苦しいところはあるかもしれませんが、ご了承ください。キラ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 、はい。お、レビーって女の子か？どうだろう、怪しいな。違う気がするな。頭部のプレミアム、ウームって感じですね。で、あとは、スターホーズレンズ。ほらファーン。はい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 。うわ、なんかね、同じカード連チャン出るのやめてもらっていいですか？これは収穫ゼロっぽい気配ですね。で、あとはルピで。クリスタルは一応使わないでとときましょう。まあ何かがあるかもしれないしね。そのね、リーダースキンとか買っちゃってもいいんだけど、まあなるべく基本無課金でやってるから、まあ一応ね、クリスタルはね、無料分で取ってるんで、まあ、お、ブリンディちゃん、3枚目だ。だから同じカード連チャンで出るのとあるほど、確率的には低そうなんだけどね。まあまあまあ、悪くないんじゃない？
てかでもレジェンズ。おお、来たー、ステラちゃん、ステラおばさんの。おばさんやないけど。あ、精神ドイツのプレミアムか。うん、いいんじゃない？よし、ラストで来ましたね。オッケー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 。オッケー。さて、というわけで、早速ね、で、まず、分解か。ごめん、デッキ構築って言おうと思ったけど、分解フォワード先で。サクサクいくわ、サクサクね。うん。てかもう、ね、前回、ニュートラルエリア組んだんで、多分早いと思うんだよね。ニュートラルエリアだとちょっとカードプールひどいから、あれなんだけど。今のニュートラルなしのターンデッキなんで早いんじゃないかなと思います。さあ、ステラおばさんの星読みの魔女ステラ、キラキラのお星様。あー、際どい。でも大丈夫か。デッキに入れなきゃいいんだよね。女の子だ、女の子ただ手札に加えられたから問題ない。場に出しちゃうと禁止なんだけど大丈夫。で進化後、あー、サーチだけだ。オッケーオッケー。サーチするカードか。ウィッチか。持ってきたいカードあんだかな、この中で。この子多分使わない臭いな。キラリーン。私的には、お星様の力で、私的にはあまり多分活躍させる機会がないんじゃないか、この子。わかんないけどね。まだチャンスはあるかもしれない。ビーンだ、女の子多分ビーナスと、アンドロメダぐらいかな、多分。うん。まあ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 。まあ、後で見てみましょう、とりあえず。うん。で、ここら辺は大丈夫なのかな。一応、まあ、若干禁止カードがいるんだよなーって。でも、禁止カードは一応勝利したんだけど、あれか。ケルベロスだけまだ未だに、かな。うん。多分、ココが女の子じゃないか疑惑が、女の子じゃなかった。ミミとココ。だからミミが女の子だけど、ココは男なんじゃないか説があるからね。男っていうか、オスというか。ね。うん。ほんで、はい、星野大王。我らは連なる屍。お疲れ様でーす。んで、はい、レビー。俺の名はレビー。覚えておけ。井上さんやったね。ごめんね。女の子じゃないんでね。残念ながら。お別れですが。ただ問題はタンデッキで、まあでも前よりは多分、組めるようになってると思うんだよな。アイキリン。まあカードプールが増えてるんで、てかほんと最初の頃のドラゴンとかほんと女の子いなかったからすんげえ大変だったんですよね。てかそもそも組めなかったんだよね、最初はね。だから新リーダーが追加されて、新リーダーが女の子と組めるかって言ったら多分怪しいんですよね。だからそこはちょっとまた様子見ていこうと思うんですけど。はい。で、ゴールド割り、次シルバー。なんかシルバーはでもなんかそこそこ引いた気がするんですよね。はい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 。はいはい。バホメット。目覚めなさい。目覚めません。もうちょっとで4万いくよ。結構溜まってきたな。で。あ、多分ここはさっき引いたけど、あれか。3枚目だったのか？そういうことかな。ならばよし。ほんで、はい。闇魔術などに負けませんよ。はーい。精神統一1枚引いて、1枚食べる。そして、流れるがごとくのたうつべし。はい。これは女の子ではないでしょうね。うん。ゴーストって女の子のあれはあるんだけど。で、どうでしょう。
はいはい。お姉ちゃんほど上手じゃないけど。大丈夫。あとはアメイズを1枚食べの、この辺って禁止ではないんだよね。ただ引いてないだけか。ああれプレミアムいつの間にか引いてたっけ。2枚になったのと、さっき普通の引いたんだよね確か。バビューン、他の子も大丈夫、引いてないだけ。で、こんな感じの声の人いるよね、他にも。ブー。ブーラー。で、フェンリルがよくわかんないんだよね、性別が。まだ一応、グレーゾーンにしときますが。竜の警告。いろんな意味で禁止カードだ。俺の前に立つと無謀だな。無謀でした。で、ブロンズ処理してなんか喉が完全にやばいね。風邪かしら。いやー、もっと健康で健康になりたい、早く健康になりたいってね。俺は戦場で産声を上げた。ほんとね、どうすれば健康になれるんでしょうね。この子は禁止なんだよね。生命の神秘解き明かしてみせる。女の子なんだけど禁止カードもありますよってことです。げんこつ1個でおしまいだ。よいしょ、1枚食べられる。で、フォルクサだね。この拳を見よ。はい、バイバイ。で、はいはい。で、トリスタンもバイバイ。サクサク行こうね、サクサクね。で、はいはいはい、はい。いやー、なんか喉が良くないですね、サーセン。ギフンギフンしちゃってるよね。なんかちょうど4万ぐらいになりそうな気がするね。どうでしょう。どうでしょう。やっぱでもデッキ作るときはね、何か核になる。まあ言うてグッドスタッフでもいいんだけどね。このゲームのグッドスタッフ、まあ、弱くはないとは思うけど。エンドカード、何度もまあ、割とエンドカードになり得るとこはあるけど。まあ、ニュートラル入りはね、ほんと、ただのイスラフィールのデッキになっちゃってるんだけど。1枚食べられる。はい。まあ、逆に言うと、新しいデッキだとね、何か組めるかなっていうの楽しみはあるからね。診断が出るたびに楽しみではあるんですけれど。はい、ごち。食べらんない。なんでやねん。んで、これ3枚も引いてるね、いつの間にか。食べそうだな、これ。ああ。で、はい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 。じゃこれさ、変わってないよね。表示させないとかって選びたいんだけどな。プレミアムオール、ノーマルプレミアム。あー、お気に入りだけ表示するようにすればいいのかな。いや、でもお気に入りってダメだよね。そもそも削除できないしか。個人的にプライズ、そうなんだよね。プライズを表示させないってすればいいのかな。あ、でもダメだ。それはそれでダメなのかな。なんだ、プライズって食べらんないから、そっか、ここを、その発想はなかったな。いや、だめんどくさいな。
でもよく考えたらあんま意味ないわ。やめた。なんでもないです。ああ、やっぱダメだ。やっぱ理想とは違うな。プライズっていうよりは、プライズでも女の子のカードはあるから、やっぱ各々にその表示させないっていうかもう、表示させないっていうなんか選択できる機能が欲しいな。このカードは、まあ、需要がないか。私みたいな縛ってる人間以外に全くもって需要がないだろうからね。まあ、実現はしないでしょう。あと3枚食べられれば4万になるよ。なさそうだね。言うてなさそうだよね。ここは、これ女の子か一応。立派な猫娘になるんだ。はい。はい、というわけで、これで終わりね。じゃあ、聞いてみましょう。サクッと。一応、前回までで、もろもろ組んだんだよね。で、ネクロマンシーが、こんな感じ。とりあえずだけどね。すごくとりあえず。まあ、なんだかんだ結局、イスラフィールと、まあ、サハクイエルのコンボを決めてなんとかしていくって感じ。で、まあ、一応、ネクロ要素があるとしたら、ケリドエンの、まあ、効果でイスラフィール釣れるかどうかとかぐらい。ね。あんまり、これだっていうほどのギミックはないかな。まあまあまあ。もうちょっと改良してもいいけど、とりあえず今回はまあ、一回組んだとこはスルーします。で、バンピールが、まあこれも結局イスラヒールの敵なんだよね。まあ、ああよくばね、まあ一応女王とかでセクシー出したりとか、もうワンチャン、ワンチャンね、ほんとワンチャン。あとは一応疾走回復バンプ的な雰囲気が漂ってます。プラスアルファでね。っていうぐらいです。まあ、どの時もブリンディちゃんが一応ね、まあ一応フィニッシャーとして入れてますが。んで、このデッキが、このデッキも結局イスラフィールのデッキになりました。白銀エルフじゃなくなりましたけどね。で、まあ序盤というか、ブレスフェアリーダンサーでボコボコ殴って、フェアリーいっぱい並べてブレスフェアリーダンサーでボコボコ殴ったりとかしつつ、とどめはこのサファクイエルギミックで、とどめさすみたいな、イスラフィールでとどめさすよみたいな感じのデッキ。で、ロイヤレスが、このデッキも、はい。イスラフィールドデッキになっちゃって、うーんって感じですよね。まあ、しょうがない。ニュートラル入るったギミックはもう女の子だったら多分イスラフィール使った方が絶対強いと思うんで、まあ、ただね、ガン積み、まあ、普通ってガン積みしないんだけど、サフクイエルの感じもあるんで、あわよくばってことでガン積みしてます。もうそれでいいかなっていうか、多分そういう風にしないと勝ちしなさそうなんで、まあ、最近の環境とか全然わかんないんで、怪しいんですけどね、それも。で、超越は、なんだかね、超越フラムグラスを決めようっていうギミックは入ってて、この大体イスラヒール入ってないね。で、一応女王でワンチャン、まあ女王からの、まあね、超越しようかなみたいなのもちょっと見てますっていうぐらい、かな。特にね、新カードは入ってないんですよね。大丈夫かなって感じ。で、ドラゴネスが、この時も、はい、イスラ、サハイス、サハイスサハクイエルとイスラフィールの感じです。です。まあ一応でも疾走ドラゴンかな。疾走ドラゴンプラスっていう感じの出来です。で、ビショピストが、とりあえず、はい、一応まあ、四天使見つつ、まあエイラビショッププラス四天使で、結局エイラとイスラフィール相性もいいんで、まあ、アイスラヒールも入ってますって感じ。サハクイエルは入ってません。まあ、一応このデッキも、まあ、一応まだ特色出せてるかなって感じがする。各デッキ一応最低限特色出してるけど、って感じではあるけどね。で、ニュートラルスが、まあ、これも結局、これはまあ、これこそね、まあ、一応イスラヒール、これは使ってもいいと思うけどね。まあ、ニュートラルの女の子だけで組めるっていうか、まあ、前女の子だけ組めなかったからね、ここまで組めるようになったのはでかいんですけど、で、数はあんま並ばないから、アリスがそこまで活躍するかわかんないんですけど、てか、アリス使ったことないんだけど、これ手札もパンプされるのかよくね、されてるのかな。まあだから手札の状態で大きくなれるんだったら強そうですよね。まあだから一応意味はあるかな。盤面なくても。ハンドにいる子がでかくなるなら、ありなのかなっていうところで、一応ここまで組みましたっていうのが、前回までですね。で、今回からね、ここですね。で、ね、クロマンシー。
まあネクロの女の子だけで組むわけですが、一応この前の形はオルトロスビートだったんだよね。あと、ただエンドカードがファントムハウル。さあ、この形からなんか変えられるかどうか見ていきましょうか。あー、ちゃう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 。さて、一応生成モードにして、ネクロだけにして見ていきましょうか。なんか新しいネクロのカードがそもそも入ってまあ、入ってはいるんだけど、女の子のカードなんか入ったんでしたっけ。そこがまず重要だよね。なければあんまり変わんない。で、ここは一応コンジェラちゃんは相変わらずで、グレーゾーンですね。ここは結構強いんだっけ。どうでしょうって感じだね。あんま大型使わないんでね。大型使うデッキだったらありな気もするけど、だからイスラヒールのサポートに一応この子もなりやけど、ただネクロ6って重いんだよね。確かにネクロはネクロマンス4はこの辺に咲きたいし、で、ネクロマンスをね、美味しく使うカードも入れてないので、あんまりって感じかな。これね、ニュートラル使うからそもそもこのデッキに入らないですね。そりゃあくびも出ますわって。関係ないわって。マダムリッチか。懐かしい。懐かしいっていうか、久しぶりじゃないな。結構、ちょっと前に引いたんだよね。まあ、言うて、イニシエのカードだから、あまり出番はないかな。失礼。ソーラちゃん。進化時に相手のフォロワー2体に1ダメージ。どうでしょうね。あまりお呼びはかからない気がするな。相手の盤面処理しながら、まあ、ワンチャンメルシーンありなんだよな。軽いデッキでも使ってもいいと思うんだ。このデッキの進化圏ってどこに使う気なんだっけ。ビートダウンかな。あんま、いたずらちゃんまだね、やれないこともないと思うんだよね。とは思うんですが。まあ、ビートダウンデッキだから軽めに作ってあるんだよね。だから入れてるんだけどね。まあ、実際これエンドカードになり得るからね、この子はね。後半引いても腐らない可能性はある。ありかなーっていう。で、ワンチャンオルトロスってね。で、ミントちゃんがいればネクロマンスは、まあ確かにバシバシ使っていける可能性はあるんだけど、そんなにでもネクロマンスあんま使わないんだよね。ああ、そっか、デーモンイーターがドロスなのか。まあこれはいいよね。ゴースト食えるから。その気になれば結構、ファントムハウルとも相性いいしね。いいと思う。まあ言うたらソウルコンバージョン。ちょっと重めのソウルコンバージョンって感じ。で、セレスちゃん。自分のターン終了時、自分のリーダー2回復。ほう。コアセンジャー相手、コンスライトのフォロワーに2ダメージ。ちっちゃいやつは一方取れるよって感じか。で、一応置いとくと回復にもなるよっていう。ただ、打点も伸びないし、あんまり美味しくないかな。トワイライトクイーン。これ新しいやつだね。ラストワード、自分のリーダー、次の自分のフォロワーのラストワードのいいか。もう一回使えるってやつか。しかもこれリーダーが持つから、まあ一発持たせるだけで意味があるんだよね。これでも一回限りなのかな。一回働かせたらおしまいなのかな。じゃなかったらすごいよね。ラストワードが毎回2倍になるとしたら結構強いんだけど。さあ、だってね、ラビットちゃんとか4度目になるわけでしょ。強いよね。で、ここも2ドローになるんでしょ?それはやばいねっていう。でも、このデッキはあんまりラストワード重視してないからな。これを使う、この子を主軸にしたデッキは面白そうだけどね、確かに。まあ、これが結局次のって書いてあるからね。で、重複して持たない。ちょっと気になるね、この書き方。一回こっちりで終わるのか、どうなのかって感じだね。でもまだいいかな。で、ゲレバスちょっとね、気に入って、か、この辺、グレーブウォークに、でも、グレーブウェイクは禁止カードになっちゃったんだけどね。
でカロンちゃんも進化禁止カードなんで、でこの子はもう多分禁止なんだよな。もういっそ食べちゃおうかな。まあ困ったら食べよっか。でケリドウェンね、ただケリドウェンを使うほどのデカさがいないんだよね。で、漆黒の剣器か。ゴーコースの3号守護持ち。自分のエンド中に相手の場にフォロワーがいるならネクロマンスにでランダムな相手のフォロワー相手にダメージか。あー、面白い効果だね。てか結構普通に強そう。なんだけど。デッキの核になるほどのカードではないな。まあでも守護持ってるのは評価できるけどね。硬いしね。このデッキ向きではないんだよね。じゃあ、驚そう。そうか、この子ってネクロなんだ。ブラックサンオディーね。相手の場にホワイトサンオディットを出して、その後このフォロワーは進化すると。で、エンドに相手のリーダーと相手のフォロワー全てに2ダメージか。割と出す、まあ、進化して、あ、でも進化は絶対するのか。勝手に進化するんだもんね。とりあえず2点は飛ばせるのか。2点バーンを飛ばせる。ワンチャン、バーンするタイプのネクロだったら、フィニッシャーになり得んのか、この子。一応。まあ、そのターンにゲームが終わるなら、ホワイトスマホで相手に場に出しても問題ないんだよね。単純に、相手の場に4号が出てくるのか。でも相手の場に4号出しても進化で6号が出る、6号が出るから潰せるんだよね。で、しかもこっちは生き残るんだよね。そう考えたら結構この子いいんじゃない？意外とありかもしんないな。エンドカードにはなり得るんだ。面白いね。で、進化券しかも使わないんでしょ、これ多分。ありだな。で、あと女の子が、ダークアリスが、これはね、ちょっと怪しいんだよね。場のネクロマンサーカード全て消滅、ダークアリスを1体出して、ラストワードで5号がまた出てくる。次の自分のターンの回数に手札と自分のデッキのネクロマンサーカードすべて消滅する。まあ面白いカードではあるんだけどね。これひたすらこの子出てくるってことになるのかね、一応ラストワードで。まあただ、あれか、デッキが吹っ飛んじゃうからダメなんだね。まあ逆に言うとネクロマンサーじゃなくて、要は、混色っていうか、ニュートラルとかと組み合わせる分にはこの子強いんだよね。でもネクロタンで使うには危ないカードだよねって話か。あとは女の子はフルートね。フルートね。まあ、ワンチャンエンドカードにはなり得るんだけどね、この子もね。ネフティスはね、ちょっとね、まだラストワード持ちの女の子が少ないから、ねって感じなんだよね。まあ逆にネフティスでダークアリス引っ張ってくるっていう？いや、怪しすぎるでしょ、それ。だってこの子が死んだら全部流れちゃうんでしょ？タイミングによるか。際どいな。面白そうだけどね。はい、というわけで、結局大して変わってないんだね。女の子単で考えるとね。いやー、きついな。ネクロ単で使うカードじゃないな。だからまあ、シリなオディールはありか。オディールを一応フィニッシャーに見れるな。相手のライフが残り2以下だったら終わるしね。まあ一応6号が場に残って、しかもなんか他の除去手段あれば、オデット破壊するだけ破壊して馬って言えそうだし、しかもこれ相手の場が馬仮に埋まってたりとかしたら、ね。しかもこれ全てだもんね。結構強くない？このカード。ありかもしれない。
まあ、とりあえず様子見で2枚でいいかな。3積みしなくてもいいと思う。あとは残りちょっとこの調整しよっか。なんだかんだね、音叉とかはね、強いんで。だからゴースト系は取っといて、んで、オルトラスもキープだね。結構は中途半端に入れてもしょうがないか。うん、削るか。軽いカード。まあ、とりあえずバーンしていくタイプだね。息切れしないでバーンしていけばいいんじゃないって感じかな。バーンデッキだね。まあ、フィニッシュ、ワンチャンのフィニッシャーサポート。ドロソー。まあ、必殺でワンチャン。ドロソー。スペック要因。ここだったら、もういらないかもね、デッドリビド。デッドリビドを入れるぐらいだったらさ、思ったんだけど、あの子でよくない？この子。特に今一応持ってきたいやつ、まあワンチャンオルトロスだとあれだけど、ここはサポートできるし、いいんじゃないかな。うん、同じ6でしょ、だって。同じ6だったらもういいんじゃないっていう。タイミングによってちょっとプレイしたくない時もあるかもしれないけどね。うん。で、バーンしたいからやっぱここは外せないかな。うん。でも、なるべくある程度軽めにしたいから、まあこれでいいかな。うん。で、ワンチャン飛ばしたいんだけど、このバーンぶっ放しは、まあここがいるから、削ってこれで完成かな。割とオルトロスと相性いいカードばっか詰めた感じだよね、一応。うん。まあ、あとは、この辺はうまく、ここ起動させるかしないかはその時考えて。まあ一応だよね。まああって、ここ持ったして、ここ持ってきてワンチャンゲームエンドとか見れるかもしれないしね。うん。ありかもね。でこの子出すときにあんまやりたくなかったらもう他のでネクロマンス使っちゃえばいいんじゃない。この辺でネクロマンス使ったりこの辺でネクロマンス使っちゃえば問題ない。よし、これで OK。 決定校。いやー、やっぱ時間かかるね。まあでも一応新しい可能性見出せたかな。うん、まあ、とても強いデッキとは言えないと思うけどね。まあそこはしゃあない。で、純正バンプはもうあれね、回復バンプだね。相変わらずの。まあ、回復疾走バンプをそのままちょっと強化していけばいいんじゃないって感じかな。さあ、見ていきましょう。なんか、新カードはあるのかな？楽しみだ。まあ、ドロソ回復。まあ、ここもね、あるけど、まあ、ここは入れなくていいかなって感じだよね。で、この子はただのスペック要因だっけ。バンピーちゃんも進化禁止になっちゃったからな。残念だから。ただの22。で、守護持ちね、これ結構面白いカードだけどね。序盤耐えるには悪くないんだけど。まあでも、結構他にも状況もあるから。耐えられるでしょう。てかまあ、早めに。あ、これ食べてなかったっけ？俺、糖分。食べ忘れたね。あ、これでちょうどいいじゃん。これで4万いきましたね。あ、狼少年だからね。女の子かと思いましたが。で、まあ、ここもね、禁止じゃないんだけど、制限じゃないや。グレーゾーンにしてるから。ここも一応ね、ドレイン持つけど、まあ、とりあえずかな。ちょっとデッキの核になるところが欲しいよね。失踪ね。この子なんだっけ。ああ、相手の場にフォロワーがいるなら守護を持つか。ああ、優秀だね、この子。強いな。
フォロワーがいなかったら 4-3 になるのか。で、2ダメ食らうけど、スペックは強いね。3コス4、3か、3コス2、3、4、5ってのがあると普通に強いね。優秀だな。なるほど。面白いカード。普通に強いな、このカード。ちょっと考えましょうか。ドロソ。てか、2コスがこれしか入ってないんだよな。まあ、序盤はまったりするデッキではあるんだけど、でも除去もそこまで多くないからな。こういう壁は欲しいかもしれないね。ああ、優秀だね、この子。それ、レーニーデビルで。いや、でも後半はワンチャン失踪、レーニーデビルからの失踪ワンパンでゲームやるとこめっちゃあるからな。ああ、一応とりあえず入れとこうか。で、まあ、ダークジェネラルはね、あ、そう、ダークジェネラルなんだかんだ一応プレミアムになったんだよな。でもとりあえず、ぶっちゃけでも1積みぐらいでいいんじゃないかな、このカード。ワンチャンゲームエント持ってこた、ま、持ってけたら理想って感じで。で、ここまでから強いから入れて、んで、森山ちゃんもなんだかんだでね、仕事してくれるから1枚と残しといてよくて、エイリアレイが死後、死後持ちなんだよね。必殺死後か。結構言ってることは普通に強いよね。言ってることは普通に強いけど、ただまあ回復バンプとか失踪バンプ向きではないからかな。状況。ドミネーターいらない。ブラッティミアリーワンチャンこことのシナジーがあるんだけどね。でも他に自分がもっとダメージバシバシ受ける。まあこういうギミックもあるけど、もっと自分がド M に行くんだったらありなんだけど、そんなに言うほどド M じゃないんだよね、このデッキ。まあ本当にド M 要素が増えたらメアリー使いたいんだけど。縛りが結構強いからな。メインパンサーガン積みないかもな。メデューサちゃんか、ガンマックスになったけど。そこまで使わないからな。クイーン禁止。で、このカード結構普通に強いと思うんだよね。スペックが高い、結構。とりあえず5-7にはなるからな。まあ出したターンには弱いけどって感じだよね。生き残れば化け物になってく。ただド M にするなら結構ありなカードかな。あー、そっか、カラボスか。まあ PP10 になってから出せばなかなか強いよね。しかもこれ、一回効果得れば、リーダーが効果得るから、カラバスが除去されても続くんだよね。それは強いよね。一応ここグレーゾーン。じゃあこれ入れてちゃおう。あ、この子強いね。いや、これ普通に強いわ、このカード。このカードめちゃめちゃ強くね。まあ、シンプルに強いよね、言ってること。ガン積みでいいんじゃないかな。高専30、縮小体70なりダメージ。77になるってことか。ステンナ独自だからいらない。で、振り合いのこの効果を、振り合いって、カラボスって振り合いの上位互換って見てもいいかもしれないしね。
で、セクシーか。セクシーワンチャン2枚突っ込んでみても面白いかもしれないね。というわけで、こっから考えていこうか。レイニーデビルか。序盤は、2ターン目のアクションが弱いけどって感じか。ちょっと最初は弱いな、確かに。この辺が入れられたらいいんだけどね。これは一応ね、グレーゾーンなんだよね。少年やって。ああ、スペックで言えばここか。ぶっちゃけ強力な悪魔、違うかもね。打点取るデッキじゃねえかな。あ、1枚数足んねえ、2枚しか持ってない。作ってもいいけど、いやー、なんか嫌だな。そのうち引けるやろこれ、うん、っていう気がする。言うほど強くはないけどね、ぶっちゃけね。言うほど強くはない。言うほど強くはない。でも普通におとなしく22の方がいいか。でも硬いんだよな。ニコス1音って破格じゃないスペック。ね、普通 よくて13だもんな。これがむしろ1ニコス23とかだったら普通に強かったよな。3人はいるんだけどね。デメリットは来てたけど。ここは絶対入れたいかな。これは普通に強いよね。アタッカーになりやるし。レイニーデビル。どうしようかな。ドロソーはね。まあ、序盤は、ここと大金で耐えられるでしょうと思うんだよな。ああ、強い強い強い。でもこの確か弱くなったんだよね、ヒーローの剣士確か。ああ、でも結構なんとか耐えられそうだな。てか、インプランサーの時代終わったんじゃないか疑惑あるよね。いらないかな。このカードも危ういんだよね。このカード1枚でいいかな。一応ワンチャンのフィニッシャーとして1枚見てもいいけど。でむしろここが強いから、ここに期待するわ。よく考えたら、あれどこ行った？あれ見てない。ベルフェゴール、俺、全然見てなかったな。ベルフェゴールさ、ベルフェゴール。そう、ドロスはぶっちゃけベルフェゴールでいいんだよなって気がするんだよな。ベルフェゴール作っちゃおうかな。あ、なんで俺ベルフェゴールスルーしたの？ベルフェゴール。何コス？ 4 コス？ 5 コス？あ、いた。めっちゃ普通にスルーした。いや、このカード必須だよな。作っちゃうか。1枚でいいかな、とりあえず。じゃあ3ターン目これ4ターン目ベルヘゴールって美しい気がするな、結構。6ターン目食らっても結局って言えるからね。
いや、ベルフェゴールガン積みしてもいいレベルだよな。序盤はこの辺でちまちまやってりゃいいしね。むしろデメリットがないんだよな、この辺の。そうするとで、回復集合、焼き、泥草、まあ一応のエンドカード、一応のね。で、回復除去、状況、回復状況、回復状況、ワンチャン泥層、バーン。まあまあ、サンズにはいらない。水見かな、女帝は。ベルフェゴール、もう一枚いっちゃおっか。まあ、サンズ見とりあえずやめとこうか。サンズ見一回やめて。で、ここもう一枚欲しいかな。レイニーデビル。レイニーデビルどうしようかな。まあ一応残しとく？なんかレイニーデビルなんか微妙かな。ベルフェゴールとかあるならもうドロー足りてんじゃないって気がするんだよな。ここもう一枚入れとく？結構パワフルなデッキになったな、俺。とりあえずこれでいこっか。どうでしょうね。この辺怪しいけどね。レニーデビル、2枚。ここ1枚作るかな。いや、まだいいか。ちょっと半端やけど、これ、とりあえずこれでゴーサイン出そっか。ちょっと中途半端やけど。ぶっちゃけ多分もうベルフェゴールガン積みでもいいんじゃないかってのはあるよね。ぶっちゃけ、何も考えずに突っ込んでもいいんじゃないかって気がする。いやでも結構バランス良くなったんじゃないこのデッキ。いや一通りやれそうな気がするな。ドローで回復して調整して、でアミュレットにも触れるようになったし、やれること増えたな。じゃあ次行きますか。一応これが白銀エルフなんだよね。はい、白銀エルフだから、まあ序盤のビートダウンとドロソー反動を減らさないでドロソーキープかな。ドロソーというか、で行きたいね。で一応これかな、これじゃないか。でこれ、これグレーゾーンにしたよね確かね。これ際どいんだよな。かなり結構使い勝手いいんだけどね。とりあえず。除去として一応エンジンが入ってる。ランダムメージもありなんだけどな。守護持ってんの偉いんだけどってね。まあ言うてかな、ベレスフェアリーダンサーでワンガンビートダウンしていくのと、フェアリー、この人フェアリー持ってこれるんだっけ。ゼロにするやつか。ちゃんのリリーちゃんね、結構仕事してくれる子。22するか。66になるってこと？でかいね。
リーちゃんもワンチャンあるんだよな。結構状況によってはエンドカードになり得るんで、エンドカードっつうか、ゲームの支配力が高いんだよな。とりあえず1枚見とくか。光線上大きくなる。あー、それはちょっと厳しい。これワンチャンなんだよな。まあ、ランダムなんだよな。でも、でかいとこにも触れるのは結構でかいんだよな。でかいだけに。で、とりあえずこれが強い。入れて、アミュレット入ってねえ。で、マダン入れてるんだけど、マダンはね、この子が持ってこれるんだよね。あ、違う、これバラの一撃か。バラの一撃だった。あれ、なんかマダン持ってこれる子いたよね。誰だっけ。ニュートラルカードが2枚以下なら、絶対持ってこれるね。他の手札のニュートラルカードが2枚以下なら、フェアリー2枚だよね。ああ、多いならバラネスゲットフェアリー2枚なんだ。むしろニュートラルが多い方がワンチャン強かったりするんだね。なんかなんとも言えないな。でも少なくとも出してフェアリー2枚持ってこれるんだよね。手札は増えるんだよな。あ、これだ。この子だ。アレアちゃん。ツタノバダを持ってこれるってね。で、さらにワンチャン軽くなるっていうね。数並んで。これは3つ。入れて。で、手札減らないしね。あ、よくないんだ。俺、生成モードにしてなかった。なんか変だと思ったんだよな。すいません。いやー、ちょっと時間かかっちゃうな。一回途中で切ろっかな。もうそろそろ1時間になっちゃうんだけど。なんかいるかな。あとはあれか。実は相性いいんだよな、割と。ドロスなんだよな。じゃあパンプと相性いいんだよな、これ。この子実はアリなんじゃない？てか、なんで俺持ってないんだ、これ。50で作れるんだけど。ブロンズかよ。これ意外と相性いいんだよな。意外とっていうか、かなり相性いいんだけどな。結構パンプしまくるデッキだからね。これ思ったけどさ、ここじゃなくても、除去さ、もうこの辺でいいんじゃない？もう、ひたすらさ、ブラスフェアリーダンサー使い回してさ、やっときゃいいんじゃない？って気がすごいしてきて、今。唐突に。てか、ハンドめちゃめちゃ増えるよ、この時。まあ、そういう、それ目的で作ってるんだけど。で、ちょっとまたもう枠がいっぱいだな。まあ、一回削るけど、あとで。触りたいんだけど、一回置いといて。あとは、ここも一応ね、フェアリー持ってくれて、一応序盤目の除去もできるんだけど、その場しのりはいいかな。まあ、フェアリー並べてなんぼってことで。ティアちゃんとかね。あれさがさ、あれはまあ、エンシェントエルフね、悩んじゃうけどね、いつも。でも一回戻しちゃうとあんま意味ないんだよな。確かに反動増やせるから、最終的には意味あるんだけどね。
でも結構手札増やせると思うんだよね。てか多分バッティングしちゃうからいらないかな。ここ出すタイミングでかぶりそうなんだよね、エンシェントエルフは。突進じゃいらないんだよな。あ、ビーナスってこれか。収穫さえ1枚手札に加え、そのコストをゼロにする。いらない。これ面白いんだけどね。まあこれも結構相性はいいんだけどね。フェアリーバーっと持ってこれて。まあでもハンドいっぱい増やせるギミックあるから無理していらないかなっていうね。まあ白輪プレイする前のターンとかは熱いけどね。で、シンシアね。シンシアはまあちょっと重いから、まあ辛いかな。進化圏結構バシバシ使っていくと思うんだよね。この辺にも使うしないからず。で、一応まあ、エリンちゃん入れてんだよね。まあ、回復して守護して耐えて、この子で耐えて、最終的に、まあ、白銀まで繋げるっていう感じかな。ビーストが女の子じゃない疑惑あるからな、俺。カシオペア。ランダムな相手のフォロー相手に1ダメージ。手札分だけってやつか。はい。まあ、いらないかな。リーダーも焼けるなら熱かったけどね。で、エルフクイーンが、墓地分だけ回復するってやつね。まあ、耐えるって意味では熱いんだけどね。実際、エリンちゃんより強そうな気がするけどね。で、全回復はできるだろうからね。ただ、ライフの上限はこういうゲーム超えないからね。で、ワンチャンの、回帰ね。回帰で耐えられて、会社のターンでバーンっていけたら理想かなっていうね。で、ローズクイーンも一回組んでみたい気もするんだけどね。じゃあこの子もエンドカードになり得るんだけどさ。ローズクイーン出して変えた後に白銀打って残った、でも9打ったら残んねえな。はい。最初あと白銀エルフとワンチャン魔界の女王、合ってる？相性いいかと思ったけど手札吹っ飛んじゃったら弱いからね、これね。意味ないっていうね。はい、というわけで8枚削るか。大変。とりあえず、マダンは、マダン持ってこれるこの人がいるんで、もういらないかなと。で、あと6枚も削るの？えぐいな。とりあえず、ビートダウンなんだよね。数並べて、使い回して、ハンド増やして、フェアリーはめっちゃ増えるんだよね。ツタか、除去をツタに一応してたんだよね。確かに軽いんだけど。ツタいらないんじゃないかな。でもこの時除去、まあ除去増やしたか。ここが、まあ確定除去ではないから怪しいんだけど。てか除去減ったな。マダン減らしたし、あそこも減らしたので、ね。まあもういいかって感じかな。ビートダウンしてなんぼやって話？もう相手の顔を殴りまくる感じになってきたね。ここ別に守護持ってないんだよね。耐えられっかね、これ。際どいね。削っちゃって、本当かなって感じだよね。まあこの辺で序盤耐えられるかもしれないしね。まだここで序盤耐えてとかも言えるしないし。
怪しいね、本当かなって感じだよね。ではハンド増やして、まあでサーチ兼パンプカード、ワンチャンだパンプカードんで進化権3がないけど、まあ間でフェアリープレイできるからね、問題ないでしょう。でまだ多いのか。まあワンチャンだよね、バンバンやって。マダンが一応除去カードで、で耐えられますかって感じだよね。まだまあ3積みしてるかっていうと怪しいか。このカード結構微妙だよね、思ったけど。まあでも進化権使わないで、まあでもコストゼロにするからその辺は全然違うよな、エルフにする仕事はね。ふむー、1枚でいいか。ここキープでキープで、まあほんとブラスフェアリーダーサーでどんだけビートダウンできるかだよね。1枚でいいか。はい、できた。すげえ弱そうすごく弱そう。めっちゃ弱そうじゃないこのデッキ。パワーはないよね。しかも相手の盤面に全然触んないんだけど、不安だ。まあ一応進化して触っていくって感じになるけどさ、まああとワンチャンここら辺でって話になるけどね、まあ、どうなるかだね。はい、で一回ちょっと一回変えますね。もう時間が時間なんで、お疲れ様でした。バイバイです。